皆さんこんばんは。こんばんは。いや、はるくさん、はい、もうね、セミの鳴き声めっちゃうるさいですけども。いいですね、このセミしぐれっていうんですか。しぐれなんですかこれ。はしぐれなんですか。セミしぐれって言わない、こういうの。知らないです。知らないね、まったく。もうセミのね、鳴き声がこう、はいはいはい、雨のようにほうほうほう降り注ぐ、それをセミしぐれって言うんですよ。こういう夕方じゃなくてもセミしぐれ。あ、時間帯関係あるの？セミしぐれって。ない、わかんない、誰も知らない。まあもうセミしぐれの話はここにです、ね。はるくさん大丈夫ですか、夏バテとかは。全然大丈夫です、はい。うちの父ちゃんがね、うん、去年ぐらいからずっとこう犬を飼いたいっていう話をしていて、はいはいはい、この前実家に帰った時に、あ、そういえば犬どうしたのっていう話したら、うん、父ちゃんがまあこれ寂しそうな顔してね、はいはい、いやちょっと母さんが飼っちゃダメだって言うんだよ。それは悲しい。なんでって聞くと、いやそのうちの母親としてはそのやっぱ毛が抜けたりするのもあれだし、まあ、面倒見るのも嫌だっていう話になったんだけども、はいはい、まあ飼わしてあげたいから俺としてはね。だからまあほら、まあ、ボケ防止にもなるしさ。 いいですよワンちゃんは。そうそう、本当に。でもしたらさ、母ちゃんも絶対飼いたくないからさ、なんでですか。あそこの丸々さんちんとか犬飼ってないけどしっかりしてますよ。でもあそこ何々さんは犬飼ってるけどどうかしらね。もう何を言っても聞いてくんないわけよ。はいはいはい、はい、でもういやーっていろいろ説得してんだけどさ、もう説得してるし、なんかこう悲しくなってきちゃってさ、この、うん、言っても父ちゃんはもう数年前に定年迎えてね、今余生を過ごしてるわけ、はいはいはい、そのもう何十年とこう身を粉にしてね、うん、家族のために働いてきた男がね、うん、犬の一匹も飼いやしねえのなんか俺キュンときちゃってさ。あ、切ないね。そう、はい、それさ、小学生がね、うん、言うのと違うよ。もう70の男がさ、うん、犬飼わせてよって言ってるちょっとね、確かに切ない。で、今までずっと仕事頑張ってきたんだからみたいな感じで、どうにか首を縦に振らせまして、犬を飼って、その犬がちょうどこの前、うん、先週届いたばっかりで、何系、会いに行ってきたぞ。トイプードル。出た、父ちゃんの意外な選択。俺さ、柴犬とかそういうのかなと思ったら、トイプードルだ。かわいいじゃないですか、生まれたて。写真撮ってきました。え、まだ生後数ヶ月でね、オスの。可愛いんだこれが、ちょっとね。いいな。見てあげて。私もう一匹欲しいんだよな。あ、可愛い。可愛いでしょこれ。こんな、めっちゃ可愛い、生まれたてですね。まだね、生まれて3ヶ月とか。めっちゃ可愛い。それぐらいらしいんだけど。これもうお父さんかなりじゃないですか。ふわーって、ふわーってしてる。まだピローってかわいいのよ。うちもでも本当にもう一匹飼おうと思ってて、うん、クッキーがいるんですけど、ヨークシャテリアの、うん、でクッキーがもうそろそろもうおじいちゃんの年齢になってきてるわけですよ。で、私が怖いのはお母さんとかが溺愛してるんで、うん、もう一匹いないと、なんかこうクッキーが例えばいなくなってしまった時にペットロスでしょ。そう、怖いじゃないですか。だから私ペットショップに通って、もう本当に毎日のように通って、本当に衝撃的に可愛い子犬がいたんですよ、うん、チワワだったんですけど、うん、生まれたてで、うん、その子犬がめっちゃ可愛くて、もうそのクッキーと会った時の衝撃と同じぐらいの衝撃を受けたんですよ、うん、で、あ、これは運命的な出会いだと思って、うん、でお母さんに相談したんですよ、うん、それで、あ、じゃあ分かった、お母さんも見に行ってくるからっつって、うん、お母さんも見に行って、で、まあいよいよちょっとこう飼うぞみたいな、うん、感じになって、で、ある日行ったらもういなくなってたんです。え、手付金払わなかったの。なんすかそれ。そういうのは手付金払わなきゃいけないんだよ。なんその手付金。いや、この犬予約ですっていうので、もういくらか払っちゃう。そしたら絶対向こうは売れないから。あ、そうなの、知らない。そうそう、私はもうそういうその相談して OK 出たら買おうと思ってたんですけど、そういうのは1万でもいいからもう払っちゃう。でも1万円か。そういうのを先に払っちゃうっていう。これ買いますよって。高くないですか。まあ犬だったらもっと安くて5000円とかでもいいかもしれない。へえ、あ、そういうのがあるの知らなかったですね。
そうなんだ。そうだからもうちょっとねしばらくいないっすね。2匹目は。あー、かわいい。かわいいでしょこれ。